こんにちは、 J1BJT です。2023年11月8日水曜日です。一昨日の夜に少しねこの話が出てきたんですけども、 JAL の QSL カード発行枚数見直しご協力のお願いというのがね出ていたそうです。ようやく少し動きがあったかなということで、これについてね少しね雑談解説でお届けしたいと思います。 J1BJT 初心者目線でいろいろと動画で解説してきてます。 QSL カードの話も過去に何度か出してるんですけども、昨年6月30日と7月2日に QSL カードがね届きませんということで動画を2本出してます。1本目はね届いてませんよって話なんですけども、2本目の方でねもうちょっとねそれについてねこっそり分析したものとかも出していたりするんで、一応この問題は多少なりとも勉強した上でお話をしています。まあこの他ね JAL 関連の話題も時折ね動画で出しております。で使っているのは JAL 関係の情報ソースは JAL のサイトに掲載されている公式情報、一部の情報はね JAL 会員限定で会員外へ非公開になってるんで、そういったところは直接ね引用するのが難しいんですけども、一部抜粋でね話をする上で使わせてもらうものあります。あとは JAL の社員さんとかですね、そういう方々がブログとかツイッターでいろいろと情報発信されてるんでね、そこをね参考にさせていただいてます。じゃあ本編に入りましょう。 JAL サイトで公式にお願いが掲載されました。お願い重要、 QSL カード転送遅延解消のため皆様のご協力をお願いしますと。でこれに対してね、まあツイッター上ではいろいろとご意見が出てるようなんですけれども、正直に言うと、JAL の会員だとこの問題の背景がどうなってるかっていうものをある程度自分で調べることができるんですね。確認することができます。 JAL 会員向けの公開情報もねあるんでね、過去の理事会であったりそういう議事録とか理事会報告とかそういったものにね少しずつ出てるものもあるんでね、そのあたりはねご自身で直接ご確認いただければと思います。まあ、このあたりをね含めて BGT の推測に基づくねお話も入るんですけども、なるべく分かりやすい形で言い切っちゃうところもあるかもしれないんですけども、どうぞよろしくお願いします。第一報が入ってきたのはセブン K1BIB さんですね。11月6日の夜ですね、月曜日の夜かなにこういうねツイートをされていて、 QSL カード転送遅延解消のため皆様のご協力をお願いしますっていうものが JAL ウェブに掲載されましたって言ってね、こういう話がありました。 JAL のサイトがありますと、ここのねこのトピックスってのがあるんですけども、ここにね掲載されましたと。例によっていつこれが出たかがね書いてないんですよね。まあ、とりあえず月曜日にねこういうツイートがあったので月曜日にこれが載ったのかなと思ってるんですけども、 QSL カード転送遅延解消のため発行枚数見直しにご協力をお願い申し上げます。これいろいろ書いてるんですけども、別に新しいことは何一つ書いてません。このコロナ禍前には70万から80万枚だったものがとかね、このあたりの話っていうのは理事会の報告とかそういったところで前にもね話はね出てたと思うんですよね。なので JAL の会員であればちゃんと自分で情報を調べていればこういう状況になっているっていうのはすでに知っている情報です。まあ大体みんなそんなとこまで見に行ってないんでね、いきなりねこんなこと言われてそれはどんなエビデンスがあるんだとかねいろいろ言ってる人いるんですけども、すでにこういう情報っていうのは前から言われている話だったりします。でこのあたりでですね、 QSL ビューローは一日も早く会員の皆様に大切な QSL カードが届くように迅速な業務処理を行っておりますがとかこういろいろ書いてるんですけどね、まあ、大量の QSL カードっていうのがねどうしてね出てきたのかっていう話なんですけども、まあそのあたりはね QSL 問題対策委員会っていうのがね今新しく変わったところがあって、そこがまあやってますよと。でこの説明とかに関してもなんか玉虫色の説明っぽいんでね、実は何もやってないことを言ってるんじゃないかなみたいな話があるんですけども、ここに書いてるんですけども、 JAL 理事会第69回理事会決議っていうふうに書いてあるんですね。ちゃんとね何が出典か、こういうところもねちゃんと読まないとね本当は読み取れないんですけども、こういったところまでね読まない人が多いんで、私なりに参考で今回のお話をしようと思っています。じゃあ本編戻りますね。はい、じゃあ続けていきましょう。お願いはお願いなんですよね。ただしこのお願いすら出すのに時間がかかってます。この事実をね
よく噛み締めてほしいんですよ。今までこんなお願いすらね出せなかったジャールっていうところからようやく出してきましたっていう話をしたいと思います。まあ、このお願いはジャール理事会第69回理事会において決議されて出されたものというふうに、ね、なってます。これ9月30日10月1日に開催されたものです。ちょうど1ヶ月ぐらい前ですね。で、以前はこんなお願いすら出すことができなかった。で、理事会において森田会長ですね、今の新しい会長からこういう報告を JAL の会員さんに対してしたいっていう話があって、それを理事会の中で、まあ、OK ですよと了承を得て、その上でこのお願いがようやく表に出てきたようです。例によって JAL のサイトですけども、 JAL についてっていうのはね、理事会報告ですね。この理事会報告ってやると、ここに第69回理事会9月30日10月1日っていうものが一応ここにねリンクがあるんですけども、 JAL の会員専用なんで、JAL の会員の方はねここをクリックするとね、こういうものがあって JAL コムのねこのサインインできればね、これで中身を見ることができますと。はい、まあ、ちょっとここしかねチラ見ですけどね、こんな風に理事会報告が見れる話になっています。まあ、これ以上見せませんけども、この中にそのこともきちんと載っています。過去のねそういう情報をいくつか見てると、あーっていう風につながるものがあるんでね、それはねもしお時間がある方はいくつかね気になる方ね調べてみてほしいと思います。で、この中で QSL 問題対策委員会って名前が出てるんですけども、前は電子 QSL 委員会とかそういう名だったと思うんですけどね、これが多分7月の一つ前のね理事会でこういう新しいものに置き換わりました。アビコ理事が委員長されてるんじゃないかなと思います。で、森田会長とアビコ理事が QSL ビューロへ訪問予定。これ先ほど出したその9月30日10月1日の前回の理事会のね報告の中に書いてあることなんですけども、実際にね多分ね10月中旬に訪問されてるんじゃないかなって思うんですね。行きましたよって話は直接は聞いてないんですけども、森田会長ツイッターやられていて、特急ヤクモで移動されてるっぽいのをチラ見した記憶があるんですよ。お気をつけてって僕コメントしたような気がするんですけどね。ヤクモってね、ハクビ線かな、ものすごくね大変な振り子電車だと思うんですけどね、多分それで移動されてたと思うんでね、本当にお気をつけてと思ったんですけども、バーよく考えてみたら、あれって米子とか出雲とかに行くものですよね。ということでね、出雲市にあるビューロに行ったんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ実際わかんないですけどね、多分10月中旬頃に訪問して、それで帰ってこられて、まあ、今回のお願いが出てるんじゃないかなというふうには思います。で、このお願いの有効性についてどう捉えるべきか、意味がない、まあ、こういうものを書いてですね、 JAL サイトに載ったって意味がないよっていうふうにね言う方も結構いらっしゃるようなんですけども、形式でも公式でちゃんとこういうものが出てきたっていうことでね、例えばこうやって取り上げることができるわけですよ。でも僕なんかよりもね、ハムライフ JP とかそういう一般の人がよく読むようなねメディアでも出ていますし、まあ、これでも一部の無線化の間で、まあ、再度問題について議論がねされてるところがあるようなので、まずは公式に出されたっていうことだけでもね説明の一端になったと思います。これまでは玉虫色のことしか言ってなかったんでね、だいぶ違うんじゃないかなと思うんですよね。でもその具体的な数値については、まあ、JAL の会員だったらね過去の理事会議事録とかからも読み取ることができるので、まあ、この問題についていろいろ何かご意見がある方は、ご自身でちゃんと公式に出ているだけの情報でもいいんで、よく読んでほしいと思います。何も読まずにいろんなこと言ってる方いらっしゃるんですけども、僕いろいろ調べた上でもなかなか言うのね、歯に物が挟まったような言い方しかできないんですけども、何もね、わからずにね、言ってる人があまりにも多すぎてね、ちょっとね、議論には、ならないかなと思ってるんで、そういう方とお話はねあんまりね直接は しなくてもいいのかなと思ってるんですけども、このあたりねよく自分でね直接ね考えてみてほしいと思います。このあたりねどんな風に書いてるかっていうのをね公式シールちょっと見ましょうかね。こちらはですね、連盟の定款とか業務財務などっていうところがあるんですけども、こちらは実は一般公開されてるんですね。
JAL は一般社団法人なので、一般社団法人としてこういったものは公開しなければいけないというものが日本の国内の法律で決まっているんで、それに基づいてこういうものをサイトで公開しています。まあ、令和4年度の事業報告とか収支決算報告とかあって、ここ見るとね、まあ、いろいろ出てくるんですけども、これは前の会長の時代の頃に作られた報告資料で、毎年同じようなことを同じように言ってるだけの、あんまりこう魂の入ってないようなパラッとした文章なんですが、それでもざーっと見ていくと QSL の話もちらっと確かね出てきたと思うんですね。ここですね、 QSL SWA カード転送、カードの処理枚数ですね、別表などの通りとかね、月平均約80万枚とかね、いろいろ書いてます。コロナとか FT48 の急激な普及により作業に時間を要しておりますが、改善に努めております、改善に努めておりますって言ってますけども、ここで改善に努めておりますって具体的な行動を知っているものは表には全く出てきてません。あと、そしてここに出てきてますけども、 QSL ビューロからの転送カードの発送完了日を JAL ウェブ上で広報をするとともにって書いてるんですけども、いつ発送しましたなんて情報を教えてもらっても誰も何にもよくわからないよということですね。10月の発送しましたとか9月の発送しました、あ、そうですかっていうのは定期連絡かもしれませんけども、10月分の発送しました、この発送分には一番新しいものだと去年の11月まで含まれていますとかね、そのどのくらいの時期のものが処理されているかっていう具体的に必要な情報が広報として案内されていないんだけども出しましたよって話だけしてますよみたいなね、こんなことを言ってるんですね。あと、電子 QSL について電子 QSL 委員会において幅広く検討を行いましたなんて言ってるんですけども、この後ですよ、6月に会長が変わって7月に理事会を開いて、その時に各委員会の報告を書面にて提出してもらって、それが前々回の理事会報告に書いてあるんですけども、電子 QSL 委員会はなんと2回11月と12月に概要について検討しましたっていうのをたった2回開かれただけで、そこで書かれてた内容はHQSL っていうのをずっと見てたんだけど、会員が2万人ぐらいに増えたんで、じゃあ JAL としては HQSL 推奨にしませんかみたいなことをね、なんかバカも休み休み言えみたいなことを結論付けたようなペラッとした一枚紙の報告が出ていただけで、あ、それがね、幅広く検討を行ったことなんですねっていうことにつながるわけですよ。これはね、前の会長の時代に何もやってないことを誰も報告しないから誰も分からなかったっていうね、そういう状況だったのが新しい会長になって1ヶ月もしないうちに化けの皮が剥がされてしまったっていうことですね。で、それで電子 QSL 委員会ってものはなくなりました。で、 QSL 問題の委員会っていうのね、別に作られたんですけども、名前変えただけじゃないかって話もあるかもしれませんけども、何もやりなかったところから新しい体制に切り替えました。で、多分実際に10月にその委員長である阿比子さんと、あと会長森田さんがおそらく実際に QSL ビューロに足を運んで現状視察して、あと、まあ、ビューロのね、委託先企業とお話をされてたんじゃないかなっていうことがね、分かるので、具体的に行動しているか報告をしているかっていう点で言うと、何もやってなかったってところから実際に足を動かして手を動かして報告までしてるっていう意味で言うと、元々のレベルが低かったので仕方がないんですけども、まともな動きに変わってきてるんじゃないかなっていうふうに思います。これはね、こういうものが読み取れるんですね。こう見ていると、続けて見てるとですよ、ちなみに別表7っても載ってます。これハムライフ JP にも転載されてるんで読んだ方いらっしゃると思うんですけども、一応こうやって公式にどういう転送枚数があったかっていうのは一応報告は公開されています。公開されています。だから何枚転送したかっていうものは、これ JAL 会員でなくても誰でも見られる情報として公開されてます。だからその100万枚とか70万枚とかいろんなねこと書いてますけども、実際どうだったのかっていう話ですよね。これ外国転送が入ると、あ、増えるんだねみたいな形と、外国に転送してるのってどのくらいのタイミングでやってるのかっていうのが、これを見るとわかるわけですよ。ああ、こんなタイミングでやってるんだみたいなね。見てる人はあんまり多くないと思うんですけども、実際に見るとね、
この処理量が妥当かどうかってものを検討する上で必要な情報なんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあカード発行枚数見直しの具体例ってね書いてるんですけども、実際これがね参考になるかどうかってことを確認していきましょうか。まあ、原本をね一回ね見ましょうか。こちらがね元々のお願いですけども、この中に出てくる具体例っていうのはこういうものがあります。こういうことをね4つほど出しています。でカード発行の時期を少し遅らせていただくなどして1枚のカードに複数の QS を連携するっていうことをね書いてましたと。これでねなんかいろいろ曲解されてる方とかいらっしゃったと思うんですけども、これどういうふうに理解すればいいかっていうと、多分ですね極端に遅らせるって話じゃないんですよ。2ヶ月3ヶ月遅らせて送ってくれなんて話でもないし、それで解決するような話じゃないんですけども、ごくごく普通の人はそういうふうにやってると思うんですけども、一定期間まとめてから QSL カードのプリンター印刷とかねする人が多いと思うんですよ。例えば1ヶ月であるとか2週間であるとか期間を決めて更新したものをねパッとまとめて印刷される方がね結構多いと思うんですよ。でそういう場合にはまあ複数 QSO を1枚の QSL カードにまとめることができるんじゃないですかっていうね話をされてると思うんですね。で当然こういう話をして敏感に反応される方っていうのはすでに対策済みの方もね実際には多いと思うんですよ。本当はねもうこう対策しちゃってますよって方も多いと思うんですけども、ハムログユーザーとかで使い方で工夫できる余地があることをねもう一回ね各自考えてみてほしいぐらいの意味合いで理解すればいいんじゃないかなと思います。やられてる方結構いらっしゃると思うんですね。私もいただいたカードでそういうものも何枚もねいただいてるんで、移動運用とかで、されている方で特に、まあ、ポーターの移動の QSL カードって私はあんまりいらないかなと思っている人なんですけども、例えばポーターの場合は1日の間に同じ局と2回とか3回とかね更新することがあるんですね。9時に UTC で切り替わるんでね、8時に1回7メガで更新して、10時にもう1回7メガで更新して、11時にもう1回今度10メガで更新してなんてね、3回更新することがあるんですよ、同じ局と。で、そういった局がたまたま QSL カードの紙カードを発行してくるときには、こういうまとめた処理をすると、1枚のカードで済むんですけども、これをね、特にそういうことを処理しないでやってしまうと、まあ3枚になっちゃうってことがありますね。あとたまたまですけども2週間ぐらい間を置いてたまたま同じ曲とまた更新してしまうってこともあるんですけども、コンテストかなんかの更新で送っていただいた QSL カード、1つのコンテスト別のコンテストたまたま更新していただいたんですけども、それを2つ持ってきたで発行していただいたってこともあります。個人的にはコンテストのカードもポーターのカードも実はいただかなくてもいいかなって方のね考えなんでね、それ自体が本当は不要なんじゃないかなと思ったりもするんですけども、発行ポリシーは人それぞれなんで、発行されるのであればこういうね1枚のカードにねまとめるようなことをね考えてもいいんじゃないですかっていうことを提案されてるんだと思います。次にねこれは結構革新のような気がしてるんですけども、デジタルモード FT8 などで電子 QSL を発行した際は紙の QSL カードの発行を控えると。これ当たり前なんじゃないのって私は思ったんですけども、まあ、これと違う反応される方がね結構ツイッターで見られてね、どうしようと思ったんですけど、 OM さんの中では僕はこれ非常識だと思うんですけども、 QSL カードこういうものを発行したとしても紙の QSL カードも発行しないといけないっていうね言い切ってる方がいらっしゃって、おい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 、あなたの常識は世間の非常識ですよというふうなことをね、ちゃんと誰かがしっかり言わないとダメでしょう。これは電子 QSL っていうのはもう紙のカードのね代替としてもうイクオールです。電子で QSL が確認できたものに対しては紙は不要です。この認識で世の中動いてるはずなんですよ本来は。あとね別途話をしますけども、 IARU の5年前にもねそういう決議とか出てるんでね、そのあたりちゃんと読んでくださいと。あなたの考えは古いというか全くもってずれてますと。これちゃんとね誰か言ってあげてください。僕が言うべき話ではないんですけども、 QSL ね特にデジタルモードってパソコン同士の通信になるんでね、それはパソコン同士でネットを使った更新でもうこの電子 QSL ができるっていうのは当たり前の世界になってるんでね、ち
と HKSL ってのは個人的には QSL としては認められないのでちょっと論外なんですけど、まあ日本の場合は絵はがき交換システムの代わりにね HQSL 使う方が多くてね、これに切り替わっていくかもしれないんで仕方がないんですけども、本来であれば EQSL であるとか LOTW とかそういったものが電子 QSL として世の中では認められているもので、まあそういったものでね確認が取れたものはね紙の QSL はいらないでしょうというような話だと思います。アワードでもこれでねできるはずなんでね、紙はいらないです。で紙はいらないですって言ってるんですけども、このデジタルモードの FT8 なのに紙のカードを発行する局が結構いらっしゃって、最初のうち多分それは仕方がないとは思うんですけども、これまで JAL にね啓蒙してほしいんですけどね、もう電子 QSL できないんだったら電子 QSL をやってくれと、まあ、JAL が電子 QSL やってないんでね言いづらいかもしれないんですけども、FT8 やるんだったら LOTW か EQSL やってくださいですよ、はっきり言っちゃうと。その2つが世の中とか、世界的な流れで言うと LOTW もしくは EQSL とかクラブログでもいいですし QRZ.com でもいいですよ、まあ、そういったところにログデータアップして、まあ、お互い確認できたら OK よっていうのはねあればいいと思います。それぞれのところでアワードもやってますし、必要なアワードに応じてねどっかと使えばいいと思います。まあ、LOTW とかね使っておけばね JAL でも多分使えるはずなんでね、それでいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。じゃあ次ですね、後半、過去に同一バンドモードですでに更新しており、まあ過去でねやったものはねもう QSL カードの発行を控えましょう。これ当たり前のことでやってる局が大半だと思うんですけども、まあ一応ねご自身の QSL カードの発行手順をねご確認くださいみたいなね意味合いで理解すればいいんじゃないかなと思います。私の場合はですね、そもそも紙の発行を基本的には自分からはしないので、これはねやってないんですけどもね、ファースト QSO でもバンドニューでも私はそれだけでは発行しないです。相手から直接 QSL カードをくださいっていうふうに明示的に言われた時のみQSL カードを発行するようにしています。それ以外のものは、EQSL であるとか LOTW っていうもので今はもう即日自分のログを上げるようにしていますので、過去ね電子ログ管理してなかった時はやってないんですけども、今のねログ管理というとね全部ね上げてるんで、基本的にはそれでねできてるはずなのでね、まあ、CW もそれで今上げてますので、基本的には LOTW とか EQSL とかに上げていて、で紙のカードかどうかっていうことは確認してませんし、更新中に QSL カードくださいって明示的に言われた時だけ発行するように私はしています。別に他の人にそれをしろという話じゃないですけども、そういうふうにすれば少なくとも相手がいらないと思ってる QSL カードを勝手に送りつけることはね、カードとしてはね紙のカードを勝手に送りつけることはないと思います。ただ LOTW と EQSL は電子的なものなんですけども、それはね実はね全件送ってます、全件送ってます、電子データなんでね全件送ってます。ユーザーでない人に返しても送ってます。それはなぜかっていうと、いつかユーザーになる可能性があるから、それだけです。そういう運用で自分の場合はやってます。だそのあたりね人によって違うと思うんでね、どれが正解ってことはないんですけど、紙カードにおいては不要なカードを発行してしまうのを抑えるために自分なりにねいろいろ考えた方がいいんじゃないですかって話です。で最後にこれもね物議を醸すらしいんですけども、コンテスト参加後の QSL カードの発行は必要な局へのみ発行すると。これ私は全然びっくりだったんですけども、コンテストの QSL でカードが来るってこと自体は知らなくてですね、ついこの間ですね少し前ですけども、コンテストのログは私別にしてるんですけども、ログはもうねJAL のコンテストログサマリーのページから1行ずつねポチポチね手入力で打ち込んで、それで管理終わりにしてたんで、それが終わったらもうおしまいっていうことで、全くね QSL カードが必要なんて思ってもみなかったんで、 QSL カードが届いちゃったんで、過去のコンテストの時のログはどこに行ったかなって、紙のねエビデンスを自分でもう本当に一生懸命頑張って探して、それで付き合わせをして、まあ、返事を返したものもあるんですけども、コンテストでね QSL カード発行するんだすごいなっていうのが正直な話です。必要な局かどうかは分からないよと、だから全件発行してるっていう方がねいらっしゃるみたいなんですけども、なんだそりゃですよね。で本当に必要かどうかっていうのは相手が決めるべき話なので、相手から明示的にねどうしても欲しいですよって来たら
送ればいいんじゃないでしょうかね、っていうのは私は普通に考えたら思うんですよ。相手がいるかいらないかわからないから全権出してるっていう、それはただ単にあなたが何も考えずに全権発行するためのね、言い訳の詭弁でしかないと思うんでね、ちょっとそれはだいぶ考え方おかしいんじゃないですかと。特に私の場合 CW とかなんでね、 599BK ですよ、 599BK。 本当に欲しいところだったら、まあ、DX はね欲しいものありますけども、そうじゃなくても例えば普段はできないバンドで遠くの局とつながって、そこのカードが欲しいなっていう場合は、そこにね直接連絡して、すいませんこの時のコンテストのカードなんですけどもいただけませんかって連絡すればいいだけの話だと思うんですよね。まあ連絡の手段がないかもしれないとかいろいろ言う方いらっしゃると思うんですけども、今の世の中何とかすれば連絡手段はあると思います。最終手段として連絡手段がなければ、まあプリーズ QSL で QSL カードを送るっていうことがねあるのかもしれないんですけども、まあそういう意味でうちに送られてきたんだったらと思ってね、今発行しなきゃいけないのかどうかって悩んでるんですけども、コンテストでね QSL カードが届くっていうのは僕は個人的にはね全く理解のできないことでね、困ってます。でもたまたま自分が移動運用している時に、相手局がサバイバルコンテストの対象局になってるんですけどもっていう形で呼ばれてですね、それで更新して、それでたまたま更新して QSL カードくださいって言われたんで、 QSL カード自分も発行しますって発行した分とかもあるんでね、コンテストと被ってても発行してないわけではないんですけども、それは僕は通常更新としてやってるものが相手にとってはコンテスト参加だったりするっていうのがあるんでね、なかなか難しいんですけども、単純にコンテストで参加したもので QSL カードは私は全く欲しくないので、まあ、QSL ポリシーを書けばいいだけって話かもしれないんですけども、まあ、ちょっとね、気になりました。じゃあ次に行きましょう。でそもそも論なんですけども、 QSL カードの位置づけっていうのは世の中的にはねもうとっくに変わってるはずなんですよ。これ IARU のサイトのところで見ると出てくるんですけども、2018年の9月にレゾリューション18-1というもので決議って言っていいのかな、ね、されてます。で2019年の1月1日から多分エフェクティブだったかなんかそういうことで有効みたいなのがあると思うんですけども、こういうものが出てるんですね。これちょっと後でリンクをお見せしますけども、この内容をきちんと理解している日本の無線化ってどれだけいるのかなっていうのはね、ものすごく気になります。もうそこからね、5年ぐらい経ってるんですけども、今頃ね、紙だ電子だとかって言ってるんですけども、しかもね、その紙のカードが遅れてますとかって言いますけど、どう考えてもおかしいですよ。JAL もそうですし、私なんかでもよっぽどね長いこと無線やっている OM さんたち、これまで何やってたんでしょうね。ものすごく疑問を感じるところがあります。これちょっと見ましょうか。 IARU のサイトのグローバルのオンジエアの The IARU QSL ビローシステムっていうところがあるんですけども、ここにねそういう記述があります。英語で書いてるものなので、このままね説明するのが難しいので、例によって自動翻訳でねやろうと思います。これサファリのね自動翻訳なのでね、ちょっとね難しいというか法律っぽい書きぶりの文章なんでね、なかなかねうまい訳にならないんですけども、一応ね雰囲気だけ、アマチュア無線による QSL カードの交換ね、これはまあラジオ自体と同じくらい古い慣行です。それはかなりのね、まあ、色書いてるんですけども、でこれでね社会的には、まあ、この QSL っていうのは QSO の最終的な礼儀とかね、こう書いてるってあるんですけども、これはね昔の慣習ですねっていうことを言ってるんですね。でまあいろいろこう歴史的なものがあるんですけども、最近は、まあ、QSL ビューローシステムにね影響がありますよと。でコンピューターで生成された QSL は意図した受信者が望まないカードでシステムにあふれました。受け取る側が欲しいと思ってないカードがたくさんね、QSL カードがね、送られてきてますよと。で、大量の配達不能で不要なカードってものがね、実際発生していますよと。それをね、なるべくなくした方がいいんじゃないですかっていうことを言ってますね。で、次に出てくるのは ARRL、アメリカのアマチュア無線連盟ですね。これが LOTW ってもの、もう20年ぐらい前から運用されてると思うんですけども、それによって、まあ、それは絵はがきはついてないんですけども、A さんと B さんがね、更新したって証明を、A さんが認証されたデータですね、ログデータを ARL のサイトにアップロードすると。で、B さんは B さんでアップロードすると。それがね、
マッチングが取れたら、まあ、コンファームって形になるような仕組みがあるんですけども、これはそれぞれがなりすましもできないようなね、そういうトラスティッド QSL っていう仕組みを使った認証なんですけども、こういうものがもう長年ね使われて運用されていますと。だからこれを使ったりするとアワードをゲットするために紙カードはいりませんと。 LOTW で確認が取れているものであればコンファームドはコンファームドですよという話になるんですね。だから紙はいりませんと。で次に新しいアマチュア無線化っていうものは、古い無線化ほど QSL カードのね伝統ってものをねあんまり気にしてませんよというのが現実ですって話です。私年は言ってますけども、アマチュア無線に始めてたのが約2年前なんでね、実質2年なんですけども、そういう人間からすると紙のカードに対してのこだわりは実は私全くないんですね。実は他の方から欲しいと言われた時に儀礼的に出さなきゃいけないので用意しなければいけないということで義務感でやってるだけで、自分から紙のカードを欲しいというようなことはですね本当はないんですね。なので若くもないですけども、まあ、そんな感覚があるんで、そういう人たちがね結構ね多いんですよ実際には。だから勝手にこの人がいるだろういるだろういるだろうって送りつけるっていうのはもう時代と合わなくなってきてるっていう現実があります。これ5年前の話ですけどね、5年前に世界的にこれはもう IARE で決議されてる話の中にそれは書いてます。5年前です。多くの国で、まあ、郵便サービスとかねもういろいろあるんですけども、国際的なこれ DX ですね、国際間の QSL カードの転送だと思うんですけども、このコストがねだいぶもう5年前ですら結構増えてるんでねっていう話があります。あとはもうこう DX ペディションとかこういうものも小さな局でね結構ペディションをするとね、そこに QSL マネージャー宛てとかにね大量に送ってくるってことがあるっぽいんですけども、ビューロみたいなものがねもう機能できなくなっちゃってるとか、もう廃止したとこもあるんでね、そういうことも書いてると思うんですよね。予算とかね、アマチュア人口が減少してる国ではなかなか難しいですよと、まあ、こういうことを踏まえてどういうふうにするかっていった時に、物理的な QSL カードまたは電子的な QSL カード、まあどちらでもいいですよ。だからもっと平たく言っちゃうと、紙カードにこだわらず電子 QSL でできたらもうそれだけいいでしょと。でこういう話なんですよね、はっきり言っちゃうと。物理的なカードを交換するよりもはるかに高速で安価な電子確認を交換するシステムが存在するためってね、でこう代替として人気が高まっていることをね認識してくださいと、まあ、LOTW でいいじゃないかという話ですよね。ログを突き合わせるって意味で言うとそちらの方が正確です。そちらの方が一つずつのログが個別に上がって認証されるっていう仕組みなんでね、こちらのね本当はねアワード的には正確なものなんでね、こちら取った方がいいと思います。こういろいろねこうあるんですけども、欲しいと思ってない人のところにね送られてくるっていうことがね結構あるんですよ。それをちゃんと認識してくださいと。だから闇雲に送るんじゃなくて、相手から望まれてる、相手からリクエストされた時にオンデマンドじゃないですけども、リクエストされたら送るっていうね行動を変えていかないといけないです。QSL カードが印刷されて郵送されて最終的には配達されずに廃棄されてるっていうことは環境にも良くないですよと、そういうことをねちゃんと認識しましょうと、まあ、そういうようなことも踏まえて配達できない QSL カードの量を増やす、まあ、電子確認システムの使用不可能ね、まあ、これに現実、まあ、こういうことをねいろいろあって5年前に決議されてそういう話になってるっていうのが IARU です。その話をねよく理解してほしいです。原文をね英語でね読める人は英語でちゃんとねニュアンスを正しく読み取ってほしいと思います。まあ、そういうことだと思います。ここは私のね個人的な認識についてですけども、国内だけを見てもね QSL ビューローっていうのは現状は破綻しているということをね再認識すべきだと思います。国内ではもうすでに破綻しています。転送に1年近くかかってるっていうのは、まあ、最近入った人からするとね、まあ、そんなもんなのかって思ったりもするんですけども、実際 QSL カードが届くのに1年近くかかると、1年かかって届いて、ああここに送り返さなきゃいけないって言って返送してまた1年かかると往復2年かかっちゃうんですよね。でそういう運用っていうのはもう破綻してるんじゃないかなっていうふうに個人的には思います。じゃあ他の国ではどうなってるかって実際知ってますか、どうなんですかっていうことをね聞きたいわけですね。僕は始めたばっかりでまだ2年しかやってないし、海外に友達がいるわけではないのであんまりよくわかんないんですけども、なんとなく聞いた話で言うと、国内更新で物理的な QSL カードの交換をやっ
ってるって国はどこって言った時に、まず日本、ドイツって聞くんですけども、その他の国ってどうなのかなっていうのはね、あんま聞かないんですよね。まあ、あるかもしれないんですけども、まあそういうのが詳しい人がいたらね、解説してほしいんですけども、例えばドイツの DARC っていうね、まあ、JAL みたいなのもあると思うんですけども、そこではね、まあ、YouTube の動画でね、 QSL の転送状況についてね、実態が公開されてます。紙カードの処理とかね、自動送答とかね、いろんなことをやられてるんですよね。そういうものがね、やられていてドイツは回ってますよ、そういうのがあるようです。これちらっとね見ましょうか。プロセッシングオブ QSL カードインザ DARC QSL ビューローってやってね、こうポーンってやるとね、こう出るんですけどね、この動画が流れてくるんで、これ中を見たらいいと思います。Every day, the QSL office receives several transmissions from INS, the DOK to which the QSL card should be assigned. これの仕分け作業ですけれども、まあこれをね、コンピューター使っていろいろこうやってるんですよね。こういうものをやってますと。これは手書きのものも含めて届いたものに対して処理をしているっていう話をね、されてるみたいですね。これ読み取り機だと読み取れないってことですよね、本当はね。で、それを読み取りができないものは自分たちでやってると。QR コードでもともと印刷してもらっているものもあるんですね。これも発行するときに自分でやらなきゃいけないんですけども、そうすると自動仕分け機が使えると。だ今ね、多分ドイツだと自動仕分け用の QR コードをつけたカードをみんなが送ってるって話になると思うんですよね。1992って、1992年からですかね、やってるっていうのは。でも自動ソーターですよね。これ郵便局みたいな仕組みが動いているんで、自動仕分けをしているという話になっているそうです。まあ、こういう状況だとね、人でやってる JAL と比べたらね、まだしばらくね、紙カードの転送作業ができる状況なのかなというふうに思いますね。まあいろいろありますけどね、こういうことをね、やっぱり手作業も入ってるみたいですけども。まあ残念ながら日本の場合はね、そういうことは考えたことあったかもしれませんけども、結局実現していないんでね。20年ぐらい前に LOTW を導入した US の AWRL とかどうなってるかっていうと、動画の方にねコメントいただいたんですけども、 US 国内ではあまり国内通信での QSL の紙カード交換っていうのはあんまり行われてないらしいという話をね、ちらっとね書いていただきました。まあビューローの利用が優勝、まあ、ざっくりとですね、ビューローを使うってこと自体がね、受益者負担でお金を払わないと使えないっていうものと、あとビューロー自体の運営をね、作業ボランティアでされていて、エリアごとにビューローがね多分分かれてたと思うんですけども、それぞれの作業は多分地域のボランティアの方々がやってるんじゃないかなみたいなこともね、ちらっと聞くんでね、まあ、全く仕組みは違うんですけども、日本と他の国とでは、まあ、状況が違うんですけども、結構ね人口の多いところでもそんな形でやってますけれども、多分主に海外との交換でこういうね、ものを使われていることが多いのかなというふうに思います。その他よくわからないんでね、この詳しい方にね別途説明していただいた方がいいと思うんですけども、私がちらっと聞いた範囲で言うとこんなもんじゃないかなというふうに思ってます。で最後にですね、ちょっとおまけなんですけども、島根でパートさん募集中って話があって、ハムライフ JP の記事に今回の話が出てたんですけども、その最後の方にですね、ビューロの委託先企業と思われるとこからね、パートさん募集中ですよみたいな話があってね、なんか3名ぐらい募集してるっていう話がねちらっとね書いてあったんでね、こっそり検索してみたんですけども、したらね確かに募集してるっぽいです。世の中って結構いろいろ変わっていて、今の国内の雇用情勢とか鑑みると、まあ、東京もそうなんですけども、地方で人を雇うのは少しずつ難しくなっていってるんじゃないかなって思ってるんですね。年齢がねどんどん高齢化社会になっていって、なかなかね働いてくれる人がいなくなってきてます。今までは多分地方でビューローを運営するっていうのはね、過去においてはコストの低減にね有効だったかもしれません。東京とかでやるよりも借りてる建屋とかね倉庫とかも安く済むはずなので、委託先企業に払うお金も東京で直接自分たちで運営するよりも安かった可能性はあるんですけども、今のように人手が足りないぞ、転送が遅れてるぞってなった時にどうかってなると、島根だと募集しても人来ないんですよって話をね
言い訳にしてた時期もあるんですけど、まあ募集すらしてなかったかもしれないんですけども、今募集してるっぽいと。でもどうなるかわからないと。でも例えば昔は東京の本部でビューロ的なねことをやってたみたいな話もね、何十年前か知らないんですけどね、あるんですけども、もし東京じゃなくてもいいんですけども、千葉でも埼玉でもいいんですけども、東京の近郊首都圏に近いところで、ね、ビューロがあれば、その近隣に住んでる無線化って数はものすごく多いので、毎日がね日曜日の方で、たまたまボランティアで動員っていうものもねできたんじゃないかなと思うんですね。もともとはビューロの転送仕分けとかっていうのは無線化自身がやっていたものだったと思うんで、そこにね戻って、人が足りないんだったら、じゃ あの今週私1日行きましょうかとかね、来週2日行きましょうかとか、そういう形でね手を挙げてくださる方いらっしゃると思うんですよね。だって紙カードの文化を残したいって言っていらっしゃる方何人かいらっしゃるんですけど、もしそういう強い気持ちを持ってるんであれば、ご自身でそこの作業を、実作業を担当すれば、それは維持できると思うんでね、頑張ってほしいんじゃないかなって思います。ただ島根まで行けないよっていうのはね現実あると思うんでね、東京であるとかこういうその人口がねある程度あって無線化が多いっていう場所にビューロがあればね、できることもあるんじゃないかなと思います。なので短期的にはねビューロの委託先企業に増員対応っていうものもあると思うんですけども、本来はもう少し別の対策が必要だと思いますと。で、紙カードを残すんであれば、例えばですよ、例えばですけども、具体的には1エリアに別途第2ビューロを造成する。例えばですね、1エリアってね無線化の人口が多いんで、かなりね1エリア宛てのカード多いはずなんですよ。だから1エリア専用のビューロを増設して、出す側には負担がかかりますけども、1エリア宛ての紙カードはそちらに送る、それ以外は島根に送るとかね、まあ、そういうような動線も変える必要があると思うんですけども、そういうふうにやると。で、その新しく作ったビューロに関してはボランティアによる運営、まあ、その管理する人はちょっとボランティアでできるかよくわからないですけども、実作業を担当する人はボランティアの無線化の人が詰めて、まあ、10人でも20人でも30人でも40人でもできる限りの数で紙カードの仕分けをすると。で、軌道に乗ってきたら島根は委託先としては閉鎖をして、こちらの方で原則ボランティアによる仕分け作業、作業委託費も発生しない、まあ、それがいいかどうかは別ですけども、ビューロっていうものはもともとそういうもんだったんじゃないですかと。身の丈に合わせた運用、無線化の数が減ったら、その減った無線化の数の中でボランティアで運営できる範囲であれば QSL カードは紙でも残せるけども、そうでなければ無理なのでやめますみたいなね話にすればね、じゃあ本当に紙カード残したいっていう意思がある人は、ここにね自分で手を挙げて喜んで仕分け作業に従事してくれるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ハムライフ JP さんの話を出したね、ハムライフ JP さんのサイトにこういうね記事になって載っててね、これがバーッとあるんですけども、これの一番下の方にこっそりね最後にね、厚労省のハローワークインターネットサービスっていうのでね検索すると、これ現物ですね、パート労働者賃金910円から910円って書いてるんですけども、確かね島根県の最低賃金が今904円なんで、ほぼ最低賃金での募集になってますね。土日祝日とかがあって週休2日制で、毎週で10時から16時45分なんで、これ多分ね45分間の昼休憩を挟んで10時から16時45分で6時間勤務6時間45分拘束っていうことなんじゃないかなっていうふうに読み取れますね。実働6時間で910円で3名募集してるみたいです。まあ、雑談としては今日のところはこのあたりで終わりにしようと思います。最後にまとめというかですね、個人的な感想ですけども、QSL カードの話をすると面倒な人がたくさん出てくるんですね。まあ紙カードの文化を残したいっていう方がね結構出てくるんですけどもね、本当に自分で紙カードの文化を残したいっておっしゃるんであれば、それを願う人が率先して今の問題解決に当たってほしいと思います。だって自分たちが残したいんだったら、その人たちが先頭に立って問題を解決するしかないと思うんですよね。で、極論で言うと現状のまま何もしないんで
紙カードは必要とだけ言っても事態は何も改善しません。例えば重量制とかって話が出ると、俺は金払わないぞとか、重量制にしたら JAL の会員辞めちゃうじゃないかみたいなことを言ってる人いるんですけども、私はそうはならないっていうふうにね、データ的に見てると思うんですけども、いかにね、現状分析がしっかりできてないかっていうことの裏返しかもしれないと思ってます。ちなみに個人的に BJT の個人はですね、紙カードへの思い入れは特にないんですね。この問題については後から当事者の中、 JAL の会員としてね、 QSL の転送をされたり、自分も QSL を出すっていうふうに入ったんでね、後から混ざっただけなんですけども、2年前からね JAL に加入したんですけども、これ僕が入った時にはもうこの問題はずっと野放しにされてたままの話であって、私が解決すべき問題ではないですよね。今までやってきた人たちがしっかり解決しておいてくれればいいだけの話ですし、私紙カード別に思い入れ全くないんですよ、はっきり言っちゃうと。だから紙カードが必要って言ってる人は、じゃあどうやったらこの紙カードを運営する仕組みを維持できるかってことを考えて、そのために他の人の行動パターンも変えるぐらいのねことをねやってほしいと思います。残したいっていうのはちょっと違うんじゃないかなっていうふうに思います。で、過去サボってきたツケを払うのは誰の責任か、でこれはね本当に強く言いたいんですけども、これから入ってくる人に回すのはもうやめにしませんかってことなんですよね。で、一つ前のね、あの JAL 関連の動画でも言いましたけども、 JAL の会員を継続するかしないか、2年目にやるかやらないかっていうのね、ものすごくね悩む人多いんですよ。 QSL カードの転送が遅れてるってことに関して正直に言うと、1年経って QSL カードが送られてこなかったら、それはやめちゃいますよ、普通の人だったら。感覚的にサービス1回も提供されないで7200円と、場合によっては入会金1000円でしたっけ、取られたままで終わっちゃったよと。ああもう二度と JAL とは関わりたくないよ、そういうような感覚を持って JAL とは二度と関わりたくないっていう人ね、結構多いんですよ。こっから巻き返すのは大変ですよ。なので少なくともせっかく入ってきたくれた人に対する仕打ち、それじゃダメなんで、転送開始されてから例えばですね、最低3回ぐらいは受け取ってから、ようやくそこでね会員期間が終わる、最初のね。で、今だったらもし1年で来ないんだったら1年の会費で1年半まで延長してもらうとかね、それは臨機応変にしてほしいんですけども、3回分ぐらいは受け取るまでは会員期間を何らかの形でね延長するようなキャンペーンをしてほしいです。そういう救済措置を具体的にやらないと、もう誰も入ってきてくれないと思いますよ。もう1年かかりますって僕が入る時に言われたんですけども、1年ぐらいかかりますから大変ですよって言われたんですけども、それでもね、まあ入ってみないと分かんないで入ったっていう形なんですけど、今もその状況が続いてるってことで言っちゃうと、なんか7200円も払ってね、なんかどうしよう、だから7200円が高いって言ってる人の中には、そういうところでね、実際に一度もサービスを提供されずに辞めてった人たちの声がね、いろんなところに残ってるんでね、そういう話になります。なので今言ったのはね、ちょっとしたアイデアでしかないですけども、例えばですよ、最低3回ぐらい受け取ってからだったら、まあ、あの3回分ぐらい受け取れば、まあ、満足してくれるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、1回でも届ければいいんじゃないかって話もあるんですけども、まあそこはね、長く会員をやってもらいたいんだったら3回ぐらい、半年ぐらいはね延長してあげた方がいいんじゃないかなっていうふうに僕は思います。あの過去に遡ってやってくれとは僕は言わないですけども、でも今やってるね会員さんでね、もうすぐ1年になるんですけどって人にはね、こういう対応をしてあげないときっと継続しないで辞めちゃう可能性があるんでね、そのあたりはぜひ権限のある方にね、危険の効いた運用にね切り替えてほしいなというふうに思います。まあ、このあたりの具体的な提言とかもどこに言えばいいかってよくわかんないんですけども、ツイッターでセブン K&BIB さんに言えばいいのか、森田会長もツイッターやられてるんですけど、僕一応それはねちょっとねやっちゃいけないと思ってるんで、あの JAL のことについて JAL の会長に個人のツイッターにね、書いちゃいけないと思ってる、僕は言わないんですけども、まあその向こうからね書いてくれとか言われたリクエストがあれば書けますけども、特にそうでないのにね、会長個人のツイッターに、ね、向かってねそれを言うのはねちょっと僕は言えないんですけどもね、というふうに思ってるんで、本当はね公式の窓口で、そういうのがあってもいいんじゃないかと
ただし、いろんなアイディアはいろんな人が持ってると思うんですけども、アイディアはたくさんありますけども、現実的な対応として取れる策っていうのはね、そんなに数が多くないんですよ。100聞いてもね、1個とか2個しかね、実現できないっていうのが現実世界だと思うんでね、そこで一生懸命考えたんだけども、俺の案が採用されなかったじゃないか、どうだよ、みたいなことを思っちゃうんだったら、もうそれは言わない方がいいですから。ということがあって、僕も自分のチャンネルでは話はしますけども、向こうから聞かれたらね、ちゃんともっと細かいことも話はしてもいいですけども、自分からこういう案がありますからやってください、こうださいっていうところは言わないです。なぜならば、そういうふうになるので、僕はこういうことを皆さんに考えてほしいし、それぞれの基準でできることを対策してみませんかっていう話をするまでにとどめたいと思ってます。ということでね、今日のあたりはこのあたりで J1BJT でした。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。